ボリス・ユガイ・ボリス・ユガイは、キルギス共和国の軍人。キルギス共和国軍参謀総長。少将、高来人。カザフ・ソビエット社会主義共和国ジャンブール州、クルダイスキー地区、ゲオルギエフカソン出身。1979年、レニングラード高等方兵式学校を卒業。1980年から1982年、アフガニスタンでの戦闘行動に参加。 2000年、キルギス南部の国際テロ組織の撃滅に参加。2000年12月まで国家警護庁副長官。2000年12月から2002年、国防省組織、動員総局長、参謀次長。2001年、国家軍事安全保障選考で、ロシア連邦軍、参謀本部軍事アカデミー高等学術課程を終了。2002年10月から国防次官。 2007年3月14日から2008年6月24日、参謀総長兼国防第一時間。2007年10月6日から、集団安全保障条約機構統合参謀長を、兼任。2008年から2009年、全国防省、イスマイル・イサコフの事件と関連して、取り調べを受ける。イサコフと湯害には、職権乱用の非議事実が提示されていた。 2009年10月、事件は停止された。2010年3月12日、心臓発作により、ビシュケクで死去。高潔なるアフガン人民から、インターナショナリスト選手へのメダル。一等、クジュルモンクイズマド・オトゴンドゥグーチュンメダルを受賞。ありがとうございます。